国際オリンピック委員会 IOC は1日パリ五輪のボクシング女子66キロ級で昨年世界選手権で性別適格性検査で不合格となったイマネケリフアルジェリアが2回戦で勝利したことを受けて広がった波紋に全ての人は差別なくスポーツをする権利を持っていると声明を発表した声明ではパリ五輪のボクシングトーナメントに参加する全ての選手は大会の資格と参加規定 パリ2024ボクシングユニットが定めた全ての医療規定を遵守している。これまでの五輪のボクシング競技と同様に、選手の性別と年齢はパスポートに基づいて決定されると強調。予選でも適用されているとし、同じく昨年不合格となっていた57キロ級の輪郵賃、台湾、も含めケリフラは、二人は女子カテゴリーの大会で長年にわたり活躍してきたとの認識を示した。 2人は東京五輪などにも出場しており、昨年の世界選手権での失格については今による突然の恣意的な決定で正当な手続きなしで突然失格となったと説明した。今大会では2回戦でケリフと対戦したアンジェラ・カリニ、イタリアが強打の前に開始46秒で棄権。その場で膝をついて号泣し、本当に鼻が痛くて最初のパンチで血が出た。 この危険は公算ではない。それは i o c が判断することですと訴えた。同選手のコーチも、受け入れるのは難しいと語った。英国メディアガーディアンなど海外メディアは i o c のルールは今よりも緩和されていることなどを指摘し、ケリフラの出場に疑問符を投げかけている。